ちゃってますよ。あの垂直と水平のキャリブレは撮ったんですか？撮ってます、うん、そういうのは全部。あとはあの GPS の、はい、あのコンパスのキャリブレーションとか、うん、全部やってます。じゃあ僕もやろうそれ今度。はい、アルティードモードで上げてみますね。はい、まずね、あ、今日は来た。今これは GPS モード。ああ、GPS モードすごい安定してますね。やっぱりライトより全然違いますね。あとだからパラメーターを切らしちゃえばもうちょっと、はい、多分安定すると思うんですよね。これは今コースロックモード。はい。あ、コースロックうまく働いてないな。ちょっと斜め走ったね。ええ。あ、今度コースロック働いたかな。入りました。うん、あ、確かあれ何メーター以上離れないとダメなんですか。うん、コースロックは。ホームロックも。今エレベーター倒しながらラダーをずっと切ってるだけ。うん。まっすぐ走ってきますよね。はい。うん、本当だ。回りながら。いや、なんか変なの、そっちの方向へもう必ず行くんですか。そう、前に行けたら前にしか行かない、回りながらで。これは楽ですよね。うん、これがあれば電気がついてれば、うん、夜でも向き関係なく飛ばせますね。ああ、そっかそっか。だから本来の大きさのバッテリーになったら、はい、あれですね、リターンズゴムとか、そうですね、このバッテリーだとちょっと容量が足りないですね。不安なんで。今何ミリですよこれ。3700。ああ、じゃあ全然ダメですね。そうだね、安定してるな。本当に今地上高何30、1メーター行ってないですもん、さっきのとね。ちょっと試してみよう。ここでも止まりますね。ね、今20センチぐらいですね足。やっぱりいいな。うん、じゃあ早くチェックしよう。ほとんど止めちゃうと標準値は、うん、ほとんど何もしないで。なんかつまんないですね。やることはないです。やることはない。やることはない。片手で送信機を持つだけ持って、片手でタバコで、くわえタバコじゃなくて手で。くわえタバコじゃないところがもう、すごい。ありがとうございます。こんな感じ。はい。パチパチパチ。